ツインピークスから望むサンフランシスコ市街。中央のひときわ大きな通りがマーケットストリート。マーケットストリートを通る無二の路線ストリートカーエーフマーケット線はサンフランシスコフェリービルディングの前で右折しマーケットストリートを通る。モンゴメリーストリートと交差するポイント。ここから北東に進むとサンフランシスコフェリービルディングがある。マーケットストリートは アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市内を通る大通りの名称。市街北東部にあるエンバーカデロ地区のサンフランシスコフェリービルディング前を起点にダウンタウンやシビックセンター、カストロ地区を抜けてツインピークス近郊のコルベットアベニューとの交差点で終点となる。マーケットストリートを境に市内の区割りは大きく異なっている。 南東側のエリアでにある通りは、マーケットストリートと並行、または垂直に引かれているが、北西側のエリアは、方位で九度ずれている。サンフランシスコ市内における、交通の大動脈の役割も果たし、馬車鉄道や、ケーブルカー、電気式路面電車、電気式、トロリーバス、ディーゼルバスなどが通りを行き交ってきた。今日では、バス、トロリーバス、路面電車が利用できる。 また、ムニメトロとバートが乗り入れている。ケーブルカーのマーケットストリート乗り入れ線は廃止され、カリフォルニアストリートとパウエルストリートを走る路線だけが現存している。マーケットストリートは、ニューヨークの五番街やブロードウェイ、パリのシャンゼルゼ通りなどと比較される。かつてサンフランシスコは、イエルバブエナと呼ばれており、その時代に、アイルランド出身の測量技師のジャスパー・オー・ファレルが、 移民としてやってきた。彼は今日のマーケットストリートの原型となる通りをデザインした。米国戦争最の中の1847年にイエルバブレナはアメリカ合衆国に編入されサンフランシスコに改称される。オー・ファレルはポーツマススクエア周辺を修復し、マーケットストリートを市内で最も広い通りに整備した。 マーケットストリートは当時ロスペイチョス・デラ・チョーラと呼ばれたツインピークスに向かう一直線の矢と表現されていた。ホゴトゥン・パイオニアーズの著者ティンカイ・ペンダーガストは以下のように記している。儀式がマーケットストリートや市の南側の計画図を完成させたとき、民衆からは通りの幅のような広さに驚きが上がり、地権者を無視する計画に反対する集会が開催され、 群衆によるリンチが起きると考えられた。オー・ファレルは、友人の忠告により群衆がボート化する前に、ノースビーチに向かいサウサリーと行きのボートに乗り、その間に逃れた。再び市内に戻るまでの間、彼は目立たぬように隠れていた。当時のマーケットストリートは、現在パレスホテルのあるあたりにあった60フィートもの、砂丘でブロックされ、さらに数百ヤード西には90フィートもの高さの、 砂丘が存在していた。市は砂丘の砂を使ってポーツマススクエアやハッピーバレーをはじめとした谷を埋める工事に利用した。1970年代から80年代初頭にかけてマーケットストリートは再開発が行われムニメトロとバートが地下化された。150PX サンフランシスコジャイアンツが2010年のワールドシリーズを制覇した際のマーケットストリートの様子。 1915年のサンフランシスコ、万国博覧会や1916年に、9000記念日のパーレード、太平洋の港湾機能が麻痺した1934年のゼネラルストライキなど、マーケットストリートでは、様々なイベント、事件の舞台となった。国際連合の初回会合の際には、アンソニー・イーデンや、ビャチェスラフ・モロトフ、エドワード・ステティニアス、 ジョルジュビドーラが群衆に手を振りながら通りを通過した。1910年のクリスマスイブにはオペラ歌手のルイーザ・テトラジーニーが約25万人を集める屋外フリーコンサートを行った。その他のマーケットストリートにおける歴史的なイベントには1999年12月31日にフェリービルディングで行われたニューイヤーイブセレブレーションがある。120万人を超える人々が マーケットストリートをはじめとした通りにてミレニアムを祝う人で溢れた。また毎年多くの人を集めるサンフランシスコゲイプライドパレードもマーケットストリートで行われている。2009年9月29日にフェリービルディングから6番街にかけて自家用車の通行を一部通行禁止にする6週間の社会実験が行われた。この結果を受けて後日継続的な変更となった。 フランクリンストリートからスチュアートストリート間における自家用車の通行禁止も検討されている。ありがとうございます。